これエミリーの診断書。末期状態？病気だったのは知ってたけど、遺伝性のものだったなんて。ハリーは検査受けたのかな？ノーマンとオット、うわ、すごく仲良さそうに見えるけど、何が原因で仲違いしたんだろう。お母さんのエミリー、ミッドタウン一綺麗なママって呼ぶハリーをからかってたっけ。でもほんと綺麗。なんだろう、額縁の裏に何かくっついてる。見つけた。これハリーの部屋の鍵だよね。可愛いとこある。選挙のバッジ全部記念に取ってあるんだ。あれは教育委員会のでしょ。まだ一つ空きがある。大統領にでもなるつもり？ちょっとこれまさかハリーのじゃないよね。法律書、環境弁護士目指してたんだよね、お母さんみたいに。なんで言ってくれなかったの？ハリーの日記、最後の日付は7月18日。きっとこれがコードのはず。揃って無計画に飛び出すべきではない。それなら君はここにいろ。解毒剤はできた。私が製造の指揮を取らねば。私なしでは命がないと思え。お前が一緒にいたところでこのざまじゃないか。一人で行く。口出しはするな。第二チームスタンバイ。風に当たってくる。ねえ、解毒剤ができたって。ノーマンがラボに向かってる。後を追える？絶対気づかれる。誰かがセーブルにちょっかいかけたから、いつもの倍以上に警戒してる。ならそこで待ってて。もうすぐ場所分かりそう。
よし、7月18日当たり。ここ超不気味。これは何だろう、グレネードの試作品。ノーマンってかなりマッドサイエンティストじみてるかも。うわ、このマップ死ぬほど豪華なんだけど。アッパーウエストサイド？はあ、これって全部オズコープのゼーブルの部隊配置場所。ノーマンはマイケルズ博士の行動を追ってるみたい。気持ち悪い。筋は通ってるか。デビルズブレスに絡んでるし、これでデビルズブレスのラボが見つけられるはず。オズコープが所有しているビルで、セーブルたちが大勢いて、博士がよく出入りしてる場所。ここのビルには博士もセーブルもいない。ここじゃない。カテゴリー間違えて選んでるのかも。ここのビルには博士もセーブルもいない。マイケルズ博士が訪れたオズコープのビルで、商業ビルか。カテゴリー間違えて選んでるのかも。ここのビルには博士もセーブルもいない。ブラボーブラボーブラボー。カテゴリー間違えて選んでるのかも。ストローム博士、ロボット工学の専門家。うわ、記録施設がいっぱい。ここのビルには博士もセーブルもいない。カテゴリー間違えて選んでるのかも。それでこれが C チームかな。おなじみアルファチーム。オズコープは防衛リサーチをプッシュしてる。違う、解毒剤をショッピングセンターに保管するほどバカじゃ。記録施設ならデビルズブレスのラボを隠すのに最適かも。ここのビルには博士もセーブルもいない。アダー博士には動きがないみたい。マイケルズ博士が指揮を取っていたなら、解毒剤のある場所に博士も行ったことがあるはず。やった、マイケルズ博士のルートと交わった。ほら、マイケルズ博士を追わないと。ヴァン・アダーは関係ない。マイケルズ博士が指揮を取っていたなら、オズコープは防衛リサーチをプッシュしてる。違う、解毒剤をショッピ。記録施設ならデビルズブレスのラボを隠すのに。デビルズブレスのラボにはセーブルたちがいるはず。マイケルズ博士はこのビルに訪れた。でも警備が手薄。ここじゃない。オズコープビルの巡回ルートを調べてみなくちゃ。おなじみアルファ。デビルズブレスのラボにはGR27。 これデビルズブレスのコードネーム。ここだ。十番街と大聖堂。それって、やっぱり十番街と大聖堂。オズコープの記録部門。バイオ技術のラボを隠しておくのに最適。 GR27 マーティン・リー事件。これ何？よし、それじゃあ始めよう。私は隣の部屋にいるよ。ほら、リラックスして薬に身を任せる。宝贝、不要担心、不要害怕、妈妈在。这个会治好你，放心。什么？发生什么事？我打，给妈妈呼吸。誰か、出て！ただのスキンだってはずじゃないのか。いけると思ったんだよ。すぐに止めるぞ。おい、やめろ。手遅れだ。なんてことをしたんだ。嘘でしょ。ノーマンとオット、二人のせいでリーがああなったの。これコピーしなきゃ。何？
嘘。ああ、もう早く。侵入者だ。警戒しろ。ピーター、ラボの場所が分かった。他にもいろいろ。今どこにいるの？二つ先の通り、合図くれたら行くよ。よかった。準備してて。バルコニーの敵倒そう。ピーター、聞こえる？無線切って。逃げられる。数秒後にはね。北西の角に来て。準備いい？ちょっと待って。もう遅い。来て。君って最強。あなたって最高。もう何が何だか、ハリーの病気に、ノーマンとリー、それに博士まで。うん。全部僕のせいだ。ちょっとまたそのセリフ？あなたはもう一人じゃないでしょ。フィーストはマイルズと私が、あなたはノーマンと治療薬を。ありがとう、パートナー。解毒剤を手に入れて事態を収拾しないと。どうにかリーとオットーと話せないかな。こんな復讐劇はやめるよう説得するんだ。人々を救おうとしていたはずなのに、復讐のために全て投げ出すなんて間違ってる。